はい、こんにちは。ではね、理科の授業を始めるよ。今回はね、実験の基本操作についてやっていく。で、何個かね、やっていくから、まずはね、ガスバーナーからやっていくからね。ガスバーナー、こういったものを使ったことあるかな。で、ガスバーナーには、2つのネジがまずあります。で、上側を空気調節ネジ。って言って、下側がガス調節ネジなんていうふうな言い方をするんだね。でね、これ2つともきっちり覚えとこう。どっちがどっちかも覚えておいてね。で、まあ簡単に言ったら、ガスというのは、これここまでしかないけど、要はガスの元ね、元栓までつなげてるわけだ。そっからガスがやってきます。で、ガスが来るんだから、初めにあるのがガス調節ネジじゃないとおかしいよね。向こうからガスが来るんだから。ここでガスを止めとかないとおかしいよね。で、その上、ガスが上に行ったところに、これ空気調節ネジ。空気はもう外側にあって、そこからこういうふうに、ここからね、中に入ってくる。だから、空気調節ネジは上にある。まあ、簡単に言ったら、ガスはこっち、こっちから来るし、空気はここから来るから。だから、上側が空気調節ネジ、下側がガス調節ネジ。まあ、そんなにね、どっちがどっち必死に覚えなくても、理屈考えたらすぐわかると思う。で、ここコックっていうのがあります。で、元栓というのはもっと向こうに、ね、ある、うん。で、こういったものがガスバーナー。で、ガスバーナーに火をつけるときどうするかといったら、ここにね、順番が書いてある。まず1番目、2つのネジ、つまり空気調節ネジとガス調節ネジ。この2つのネジが閉まっていることをまず確かめます。で、その次、元栓とコックを開きます。元栓というのはさっき言った通り、ここのもっと向こうにあるところね、元栓を開きます。で、コックも開きます。両方を開きます。で、そしたら、まあ、ガスがビーってここにやってくるわけだ。で、ガスがやってくるから、ここでマッチに火をつけて、ガス調節ネジを少しずつ開いて点火します。マッチにね、シュッと火をつけて、まあ、マッチここね、上に持ってくる。で、ガス調節ネジ閉じたままでは火はつかない。ちょっとずつ開きます。開けていくと火はつきます。いいよね。で、そのガス調節ネジを、で、炎を適当な大きさにする。適当っていうのは要はちょうどいい大きさにするってことね。だから、ガス調節ネジ、開ければ開けるほど炎が大きくなります。だから、自分でどれぐらいの炎にしたいかっていうのをここで調節します。で、次5番、ガス調節ネジを押さえ、空気調節ネジを開いて青色の炎にします。ガス調節ネジを押さえって書いてるけど、押さえなかったら空気調節ネジを開こうと思ったら下のガス調節ネジまで開いちゃったりするから、下のガス調節ネジは手でね、もう一方の逆の手で押さえながら空気調節ネジを開けます。で、空気調節ネジ開けていったら炎の色が変わります。で、青色の炎にする。といいよということね。で、ちなみに炎の色ここに書いてあるんだけど、黄色、これは空気が不足しています。まあ、黄色っていうかね、赤色、黄色か赤色かね、そういった色の炎が出たときはこれは不完全燃焼といって空気が不足しています。で、青色が一番適正です。あの家のね、ガスコンロも火をつけたら青色の炎になるはずだ。あれが一番いい感じなんだね。で、もっと空気を入れすぎたら、今度はなんか白っぽい、透明っぽい色になります。まあ、手前、ガスの、炎のね、下がね、ちょっと白っぽくなって、もう周りは透明な色になります。で、これはちょっと空気が多すぎますということだ。だから、ちょうど適当な青色を目指して頑張ろう、これね。というふうにして、ガスバーナーは火をつけることができます。じゃあ、逆にガスバーナーの火を消すにはどうしたらいいかって言ったら、この順番。まず空気調節ネジ。これ、ね、上のやつ。その次、ガス調節ネジ。そして、コック。で、さらには、そのずっと向こうにある元栓。この順番に締めていきます。だから、火をつけた順番と正反対の順番。空気調節ネジ、ガス調節ネジ、そしてコックで元栓。この順番で火は消していきます。いいかな？つけ方、消し方、わかったかな？ではね、次行こうか。ではガスバーナーの次、加熱の仕方。まあ同じようにね、加熱するんだけど、ちょっと絵が見にくいから。これね、試験管が書いてあるんだ。で、試験管が書いてあるんだね。で、
まず試験管の中の液体を加熱する方法を考えよう。で、ガスバーナーの上にこれね、試験管を持ってきて、で加熱するっていうことなんだけど、まず液の量は試験管の5分の1から4分の1にします。このズレはちょっと多いかもしれないんだけど、だいたい5分の1から4分の1にします。あまりね入れすぎたらダメだ。逆に少なすぎてもすぐにね熱くなるからダメ。5分の1から4分の1ぐらいをに入れます。それから軽く振りながら加熱します。なんで振るかって言ったら、温かい部分をこう混ぜるためね。軽く振りながら加熱します。そしてこのね口の部分、これは人のいる方には向けません。急にねブクブクって沸騰して熱いお湯がね飛び出たら危険だから、人のいる方には絶対向けたらダメです。このようにして試験管の中に入っている液体は加熱することができる。で、液体を加熱するときにこういったものを入れるときがある。沸騰石、これ何かって言ったら、石なんだけど、液体が急に沸騰するのを防ぐために入れます。急に沸騰する、これ突沸っていう言い方もします。液体が急に沸騰するのを防ぐために入れるのが沸騰石。何のために入れるかっていうのはしっかり覚えてね。液体が急に沸騰、突沸するのを防ぐために入れますってことね。それから湯煎って何か知ってるかな。これは要はね、直接温めずに1個挟んだ湯を入れます。例えばこんな感じかな。直接温めずにこっちを温めます。ここ中お湯が入ってます。で、この中に温めるものを入れますっていうね。直接温めずにお湯の中に入れてじわじわ温める方法が湯煎っていう言い方だ。で、これは例えば引火しやすいもの、エタノールなど、引火は火がつきやすいものね、温めたらボンって火がついちゃったらダメだから、そういった引火しやすいものを加熱するときや、温度をゆっくりといきなり上げずにゆっくりと上げたいときに、このこういったね湯煎っていう方法を用います。お湯の中に入れるってイメージね。で、次行きたいとね、固体を加熱するとき試験管の口を下げる。これどういうことかって言ったら、固体を加熱するときに、例えば試験管の口ってここ開いてる部分ね、これをもし上げちゃうとどうなるか考えよう。固体だからここの下にね何か物がある。それをこういうふうに加熱します。で、試験管の口を上げて加熱したらどうなるか。で、大体ここね、なんかこうなんかゴム栓かなんかに塞いで、こう管を通ってなんかどっかに行ってる、こういったものなんだけど、試験管の口を上げたらどうなるかといったら、固体を加熱した時になんかね水とか他の液体が発生することが多いんだよね。で、その液体が下に溜まっちゃう。下に溜まっちゃうと、ここ熱い炎と冷たい水が混ざり合って試験管が割れることがある。だから書いてある通りね、液体が加熱部分に流れて試験管が割れるのを防ぐために試験管の口を下げるって書いてある。だからこういうふうに上げた状態はダメ。じゃあどうするのって言ったら、試験管の口を下げるんだ。固体部分は別にコロコロって落ちない程度に下げる。ここはこれに管がいる。こんな感じ。試験、ちょっとふにゃってなっちゃったけど、試験管の口を下げる。そしたら、ここで発生した液体がこっちに溜まるよね。だから熱い部分と冷たい部分を分けることができる。これが混ざっちゃうと試験管に良くないから、これ割れるから口は絶対下げるようにね。ということだ。いいかな。特にやっぱり理由を覚えようね。例えば沸騰石を入れる理由なんですか、これじゃあ突沸するのを防ぐために入れます。試験管の口を下げる理由は何ですか、こうやってね液体が流れて試験管が割れるのを防ぐために入れますって、こういった理由はしっかり覚えておいてね。はい、ではね、次行こう。次は上皿点検についてやっていきます。
これに作ったやつ。で、まず使う前、水平な台の上に置きます。もちろん傾いている台ではなかなかうまいこと測れないから水平な台に置きます。そして左右の皿を乗せます。最後、片付けるときっていうときに、皿は1本重ねるっていうね、こういった片方に皿が2枚重なった状態で大体片付いてある。で、使うときはその左右の皿をこう左と右にね、乗せます。そして、調節ネジを回して釣り合わせる。調節ネジって言葉を覚えてね。2つの皿を乗せたときに、針がカッタンカッタンって揺れます。で、真ん中に止まるまで待つ必要ないで、ここ、はい、青で書いてる通りね、針が左右に同じ幅で触れているとき、釣り合っているって書いてる通り、左右、ど真ん中から同じ幅で触れるように、調節ネジを回して釣り合わせます。ど真ん中になるように釣り合わせます。調節ネジは大体この真ん中あたりになる。で、次、重さを測るときどうするか。まず、左右の皿に薬包紙を乗せます。で、これペラペラの紙ね、薬包紙乗せます。で、左の皿に測るものを乗せ、右の皿に重い順に分銅を乗せます。うん、これ、左右って書いてるけど、一応これは右利きの場合を想定して書いてある。で、右利きの人は左の皿に測りたいものを乗せます。で、右の皿に分銅を乗せます。で、左右になんで決まってるかって言ったら、右利きの人は右側の方が扱いやすいんだ。左側はこうクロスになるから扱いにくい。右側の方が扱いやすいんだ。だから、測るものを乗せるのは一番端に1回だけでしょ。で、分銅は、50g 乗せた、10g 乗せた。なんでいっぱい操作するよね。たくさん操作するのがやりやすい右側。ということで、左右が決まってる。だからまず1回だけ測るものだけ左にポンと乗せときます。で、右の皿でここ重い順、これポイントね、に分銅を乗せます、うん。で、重い順って書いてるけど、例えば、なんかもうちっちゃいもう砂みたいなね、もう明らかに見た目軽そうなものを乗せて、右側に 100g とか重いものをわざわざそこまで乗せる必要はない。自分の見た感じで、例えばこれが 10g ぐらいかなと思ったら、まあ 20g、30g とかね、それぐらいのちょっと重い、自分が見たものよりも少し重いぐらい、例えばこれが 80g ぐらいかなと思ったら 100g ぐらいも乗せてみる。で、100乗せたら、やっぱ右が下がったわや、って言ったら 100g を外に出して、次じゃあ 50g 乗せてみよう、っていうふうにして乗せる。いいかな、自分が思っているよりも少し重いぐらいの分銅を乗せるっていうイメージね。だから、100g のものを測るのに 1g から乗せたところで測れない。だから重いから重いから乗せるってことね。で、分銅は必ずピンセットに持ちましょうっていうことね。これは指紋とかついて、これ重さが変わってくる、錆びたりしてね、分銅の重さが変わってくることがあるから必ずピンセットを使いましょう。で次ね、青いのやつはさっき言ったね、同じ幅に触れるときに釣り合ってる。だからわざわざ待つ必要ないからね、止まるのを待つ必要ないから、同じ幅で左右触れてたら、これは釣り合ってますよってこと。じゃあね、こうやって重さを測ります。ちなみにだけど、物の重さを測るときはこうするけど、逆に、例えば、20g のなんか、粉を取りたいときってどうしたらいいか分かる？20g の粉が例えばいっぱいあります。で、20g のものを取りたいときはどうしたらいいかって言ったら、まず分銅を今度は左側に乗せるからね。左側に分銅を 20g 先に乗せときます。で、右側でその粉をちょっとずつ入れて、ね、釣り合うようになるまで少しずつ入れるからね。だから、右側が要は操作しやすい方、左側が1回だけポンと置く方が釣れる。で、ちなみにだけど、左利きの人は逆側。左利きの場合は反対の皿にしたらいいから。で、じゃあね、最後使った後。皿と分銅を布で拭きます。これさっき言ったように指紋とかついてないようにきれいにして、片付けましょう。で、腕が動かないように皿は一方に重ねます。
両方乗せてるとガタン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 してこれ壊れちゃう。だから皿は一方に乗せてもう固定するっていう形ね。はい、ではね、次行こう。次、メスシリンダー、メスシリンダーってこういった液体のものを測るときに使うのだ。ちょっと薄いけど大丈夫かな。こういうのだね。メスシリンダーが今あります。で、液体の体積を測るときにメスシリンダーを使うんだけど、まず、真横から見ます。だから上からこういうふうに見下ろしたりとか、まあ、下から見ることはないと思うんだけど、こういったことはしちゃダメ。必ず真横から見ること、いいかな。で、さっきこの大事な部分から言ってるね。これを見たら、こっちにちょっと書こうか。これをね、よーく観察すれば、水ってこうなってるんだよね。節に行けば行くほど、こう上にふわっと盛り上がるんだ。で、ここもふわっと盛り上がるんだ。水って実際観察したらこうなってる。じゃあどこの目盛り見たらいいか分かる？ここの壁にくっついてるところの目盛りを見るか、ここの底の面の目盛りを見るか、もしくはその真ん中あたりを見るか、どこを見たらいいかって分かる？どの目盛りを読んだらいいか。で、これが実はこれ液面の一番低いところ、低い面を真横から見ます。だからどれを見るかって言ったら一番低い面だ。つまりこれが正解。ここだ。この上に膨らんでいるところは見ない。液体の体積っていうのはこの一番ここ底の面、ここが一番長いからね。ここの目盛りを見ます。まずこれを覚えてね。で、最小目盛りの10分の1まで目分量で読み取ります。目分量っていうのは、だいたい自分で見て、あ、これぐらいだなっていうおよその値ね。10分の1まで目分量で読み取ります。例えば、ここが40。で、この辺りに39っていう目盛りがあったら、今ここの底の部分を見るんだから、まあ大体 39.5 かなというふうにしてみます。いいかな。10分の1のぐらいまで、何々点何々っていうぐらいまで目分量で読み取りますというのがメスシリンダーの使い方だ。いいかな。これがとても大事だからね、下の2行がね。あとね、ちょこっとやっていく。丸の2番、固体の体積の測り方。これ液体じゃなくて固体でも測ることができる。じゃあどうやって測るかって言ったら、これ、水の体積とその中に測りたいものを沈めたときに、増えた体積を読むというふうに書いてある。だから、ここにまず水を入れます。例えば30水入れました。で、その中に測りたいものをポチョンと入れます。すると30だったのが35になった。ということは固体の体積はその差の5なんだなっていうのが分かる。沈めた時に増えた体積になるときね。で、体積は1ミリリットルは1立方センチメートル。ミリリットルと立方センチメートルは同じだからね。ちなみに、まあ、メスシリンダーがなかなか出てこないんだけど、1リットルというのは1000立方センチメートル。まあ、要は1000ミリリットルね。だからね、この1000っていうのを覚えておいて、まあ、他の教科にも出てくることよくあるから、1ミリリットルは1立方センチメートル、1リットルは1000ミリリットル、で、1000立方センチメートル。だからね、いいかな、ここまで。はい。では、次ね、問題やっていこう。1番から4番まである。じゃあ、ここにね、映像を一旦消してね、自分で解いてみてください。はい、いいかな。じゃあ1番から。
ガスバーナーの2つのネジのうち上のネジを何と言いますか。まず2つのネジ何か置いてる。空気調節ネジとガス調節ネジだ。でそのうち上のネジ、ガスというのは下から来る、だから上のネジは空気だ。答えは空気調節ネジ。これが答えになる。じゃあ2番、ガスバーナーは炎を何色に調節して使いますか。うん、覚えてる。青色ね、家のね、ガスコンロをイメージしたらいい。青色が適正ね。じゃあ3番、液体を加熱するとき、加熱する前に液体の中に入れておくものは何ですか。これ何を言ってるかといったら、これだ、これだ、沸騰石。液体が急に沸騰したのを防ぐために入れる。沸騰石ね。とは間違い、ひらがなだね。沸騰石。じゃあ4番、これを入れた理由を簡単に説明しなさい。さっき言ったの覚えてる？液体が急に沸騰するのを防ぐため。まあ、突発って書いてみたら、これが答え。まあ、書き方はね、それぞれいろいろあるけど、まあ、急に沸騰するもしくは突発するみたいな内容がないとダメだからね。こういったものを防ぐために沸騰石は入れますよということ。書いたかな。じゃあね、次いくよ。書いたかな、大丈夫かな、次ね。じゃあ次、2番。問題の2番。括弧の1から括弧の4番まで。じゃあね、これも映像を一旦停止してみてください。はい、じゃあね、1番から。上皿天秤で、物質の質量を測るとき、分量はその物質よりも少し重いものと軽いもののどちらから順に乗せますか、うん、これは軽いものから乗せても傾き変わらないから分かんないよね。だから重いものから順に乗せるんだ。重いもの、まあ少しと分かるかな。少し重いものから順に乗せます。じゃあ2番、液体の体積は何という器具を使って測りますか。覚えてる？メスシリンダーね。メスシリンダー。ああ、そうだと思った人、ちゃんと覚えておいてね。メスシリンダーを使って測るからね。じゃあ3番、ガスバーナーの炎の色を黄色から青色にするには、どのような操作をしますか。次の R からそれぞれ選びなさい。まずガス調節ネジか空気調節ネジか、どちらかを閉めるか開くか。まず黄色から青色にするということは、ガスバーナーのところね、一番初めにやったガスバーナーのところで黄色というのは空気が不足してるんだ。それを青色にするということはつまり空気を入れたらいいんだ。わかるよね、不足してるんだから。だからまず空気だね。ガスは関係ない。ガスは炎の大きさに関係するから空気だ。空気調節ネジを入れたらいいって言ってるから開く。わかるかな。空気調節ネジを開けば青色になるよってことね。これは空気が不足してるから入れるっていうことね。いいかな。じゃあ、4番。固体を加熱するとき、口を上げて加熱すると危険です。その理由を簡単に説明しなさい。わかるかな。どうして固体を加熱するとき口を上げたらダメか、逆に口を上げて加熱するとどうなっちゃうかって考えたらわかる。答えはね、こうなる。
発生した液体が加熱部分に流れて試験管が割れることがあるから、これは別に、まあ、この通り書かなくてもいいんだけど、ポイントね、液体というものが熱い部分、加熱した部分に流れて試験管が割れる、このあたりが書いてたら正解。液体がこういったね、加熱部分に流れて試験管が割れる、こういった内容は必ず必要だからね。発生した液体が加熱部分に流れて試験管が割れることがあるからだったり。はい、いいかな。はい、ではね、今日の授業はこれで終わります。